VCF は電圧で音声信号のバイオン成分を制御する機能、主にアナログシンセサイザーの音色制御に用いられる。アナログシンセサイザーはベコで任意の波形を持つ音声信号を出力し、VCF でその音声信号を加工することにより、様々な音色を得る基本的構造になっている。VCF は入力された音に含まれるバイオンをカットして音色を加工する。 音色フィルタの役割を担う。フィルタ種類の模式図。実際にはこれほど急旬な特性ではなく、傾斜した特性を持つ VCF には主に以下の種類がある。ローパスフィルタローパスさせるフィルタ周波数成分を広域からカットする機能を持つ。ハイパスフィルタハイをパスさせるフィルタ周波数成分を低域からカットする機能を持つ。バンドパスフィルタ任意の帯域のみをパスさせるフィルタ いくつかの機種では、この機能は搭載されておらず、LPF と HPF を直列につなぐことで機能を得る。バンドエルミネーションフィルタ任意の帯域のみをカットするフィルター。いくつかの機種では、この機能は搭載されておらず、LPF と HPF を並列につなぐことで機能を得る。LPF や HPF では、減衰が始まる周波数を遮断周波数と呼び、 マイナス 3dB の減衰のあるポイントを指す。BBF や BIF では残留、除去する帯域の中心を中心周波数と呼ぶ。VCF では主に遮断周波数、中心周波数が電圧で制御される。ローパスフィルタの時数による減衰経度の違い。VCF は設計によって減衰経度の違いがあり、時数が増すごとにマイナス 6dB、オクト経度が増し。 一般的にマイナス6、マイナス12、マイナス18、マイナス 24dB、オクト程度の VCF が用いられる。例えば、モーグシンセサイザーにはマイナス 24dB、オクトの VCF がよく用いられ、オーバーハイムのシンセサイザーにはマイナス 12dB、オクトの VCF がよく用いられる。減衰経度は、設計による VCF の個性を測る一つの目安であるが、 他の設計要素も音質には関わる。外部信号で回路の動作を制御することを、モジュレーションと呼ぶ。一般的に、アナログシンセサイザーでは、エンベロープジェネレーターやエレフォーの制御信号を、VCF のモジュレーションに利用することで、音色に時間的な変化がつけられる。演奏された音程の変化に伴って、カット領域を変化させることを、特に、キーボードトラッキングと呼ぶ。 例えば演奏された音程の基本周波数が 440Hz でカットしたい倍音が 880Hz である場合、まず VCF は 880Hz の音域をカットする様に設定される。だが次に1オクターブ上の音程を演奏した場合、基本周波数は 880Hz に変化する。この変化の情報を VCF に伝えない場合、 VCF は 880Hz に変化した基本周波数をカットする様に作動してしまう。このようなことを避けたい場合、キーボードトラッキングが用いられる。レゾナンスは VCF のパラメータの一つとして搭載されている。機能、遮断周波数付近のバイオ成分を強調することで音色の変化を得る。またいくつかの機種では特定の値を超えると自己発信を始め、それ、 自体を音源として利用することもできる。ありがとうございます。